お、出たなステージ。さあ、新たなステージが出たので行きますか。マザークリスタルドレイクブレス、鉄王国がね実効支配するマザークリスタル。でもこれもともとはロザリアの国が管理してたものだから、これを取り返すっていうか、ぶっ壊しに行くのか。ぶっ壊しに行こう。ボイリング海。あ、もう船に乗ってるね。おじさんの船。海の氷結、それを繰り返して霧を作る。こんな風に力を使うとは。あ、ジルが作ってんのか、この霧は。鉄王国にいた頃、諸国の警戒を逃れるためにいつもやらされていたことだから。どうした？平気。そうは見えない。力を使いすぎたのか。あの地に潜り込める機会なんてもう二度と来ないかもしれない。だから打てる手は全て打たないと。分かった。近づいてきたのかな。見えてきた。見えたわ、鉄王国のマザークリスタル。あれがドレイクブレスか。ドレイクブレス。エーテル見えるね。エーテルだよね、あの青いの。エーテルたまりが発生してんのかな。マザークリスタルの近くだから。激しい海流に岩礁、それに加えてエーテルたまり、さながら天然の砦だな。確かに常人は近づけないね。でもここは島の裏側。この小舟一艘ならまず気づかれないと思うわ。クリスタル神殿は山の中よ。このまま山道を登っていけば裏門から中に入れるはず。なるほど。行こう。それにしてもこの島を歩く日が来るとは。いや確かに。昔はロザリアの聖地だった。ずいぶん前に鉄王国に支配されたがな。あなたに会うまで私はずっとここにいたの。だから少しは案内できると。うん、任せた。この道はエーテルだまりができてから警備もないわ。鉄王国の人たち、まあドミナントとかベアラーいるかもだけど、基本的には普通の人たちだもんね。こんなエーテルだまりのとこ行ったらみんなアカシアになっちゃうじゃん。そりゃ来れないよね。あ、幕なかった。エーテルだまりがすごいな。よ、あ、敵がいる。アカシアが。アカシア貸してる。エーテルダムが広がってる。厄介だわ。早く倒しましょう。早く倒しましょう。よいしょ。うわあ。あ、いた。ゴロゴロ行け。よし。
なんでこんなにエーテルだまりが。何にも見えないこれ。大丈夫か。よし倒した。なんもないね。行くか。よいしょー。わあ地震だ。今のは一体。ここはもともと地揺れが多いの。心配ないわ。あ、そうなんだ。片付ける。なんか火山地帯みたいな感じかな。あ、あとちょい。いやでもさ、魔物はあれなのかな、エーテル耐性はあんまり高くないのかな。みんなアカシアになっちゃってるってことは。なんかいるな向こう。扉の先に何かいる。これはこっちからやった方が良さそう。はい、あ危ない。こっちからね。まあいつもほっとけばジルとかがザコやってくれるけど。はい、よし、あとこいつだけか。トロカル、危ない。よし、ひざまずけ。ケンタウロスって見えたけど違うわ。アカシックタウロスか。そこか。よし、間違えた。イケトルガルー、レグダーン、サンダーストーム、パイルドライブ、再生の炎。よし、でこれでリミットブレイク。削ろう。余計、あはチル、大丈夫か。そこか、そこか。あ、間に合った。あとちょいだね。トルカル行け。倒した。そこから山の中に庭園があって、その山、そこから山の中。これなんかさ、建物ちょいちょいあるから人が住んでたの。遺跡かな、ただの。住んでたわけではないか。あ、アイテム、アイテム、ちょい。お、エリアルブラストか。よし、進むぞ。なんかあるぞあそこ。なんか何これ、モルボルとか出てくる。これが庭園。こんなに荒れてるなんてひどいわね。前はもっと荒れてなかったの。待て、なんか怪しいよね真ん中のそれ。あ、動いた。おお、あ、やっぱりモルボル、アカシア化してるモルボル。ここにも
どこかで見た光景だ。どこかで見たね、これね。うわー、懐かしいな、お前。ジラ、片付けるぞ。こいつの正面。超臭い息。分かった。気をつけて。正面にゃ。行かない方がいい。なんて臭いの。開いちゃった？開いちゃったか。あお、パリした。やれ、トルガル。これは避けて。うおお。なにこれ。襲ってくるやつ。あ、襲ってくるね。はい。そこか。はい。こいつもあれかな。よし、いけるか。おいし、倒せる。うわあ、釣れた。いけ、トルガル。よし、やれ、トルガル。避けて、もう一回来る。行け、トルガル。うおー、びっくりした。またあれか。見えた。あともうちょいでテイクダウンが取れそう。よし、取れた。これはでかいから。行け、サンダーストーム、パイルドライブの転生の炎。燃やせ燃やせ。ダーンで、リミットブレイク削れ。ううう、そう、隠れた。あれ、そういえばこいつイベント戦みたいななかったっけ。三星雨上から降ってきてる。暴れまくり。これあれか。この後に隙が。飛べるのか。そういえば飛んでたね。はい、危ない。あー、これあー、これ、え、待って、ひるみが取れないのか。よし、ここで釣り上げる。よし、なんか食べてる。うわー、あ、でももうあともうちょいだね。パリした。危ない。余計。これをしのいだらもう終わりそうだな。おお、テイクダウンした。おお、倒した。テイクダウンとほぼ同時。お、メテオライト。あいつ、クライブ。あそこからここに移動してきてたんかな。18年前にクライブと戦ってから。なんだ、暑そうだな、なんか。
熱気がすごい。ドルツタヌス山。熱いな。いや。熱で溶けた岩が流れ続けているから。こんな近く。でも前より激しくなって。こんな近くに溶があったらそりゃ熱いて。熱中症とか大丈夫かな。これはまた地揺れだ。地揺れがね。さっきより。あ、敵がいる。何か。はっ、とどめ。あーやばい、危ない。ナイスオルカル、黙れい。あ、やれトルカル。いけトルガル。あれ、パニッシュなんだかった。はい、ほーい、倒した。どっちだ、こっち進む方。いや違うな、トルガル、こっちが進む方。じゃあこっちか。こっちはなんだ。あれ、なんかこっちからも行けたけど。あ、危ない。はいはい、一回避けて。これなんかマップあったっけな。マップなかったような気がするな。ふっ、よし倒した。あ、これ、ん？こっちなんか上からの道ってこと？どっかでつながるのかな？宝箱。力で倒す。あ、やば、こっちじゃない。避ける方間違えたな。そこか、そこか。はい、いやー、あ、間に合った。危ない、横ね。あともうちょい、よし、テイクだ。あー、ね、耐性の炎までいけるかな。よし、あともうちょい。危ない、ふう、近すぎた。危ない。いやー、これで終わりかな。よし倒した。まあ、どっちの道からでも行ける感じだった。こっちか、先に進むの。お、アイテム。え、
じゃ進めないぞ。いやー熱そう、めちゃくちゃ熱そう。これはジルの力が必要になるのか、もしかして。待って、私がやるって。おお、ジル。さすが。早く今のうちに。でも結構力使うんじゃない、それ。走れ、取れる。行くぞ。ジルどうすんだ。ジル。さすが。大丈夫か？助かったよ。結構力使ったんじゃないのか今ので。なんか石化するという事実を知ってから、もうドミナントとかベアラーがさ、魔法使うたびに私はちょっとヒヤヒヤするわ。また魔物か。また魔物がいる。何でも数が多すぎる。気をつけて。はい、ほーい。ボムもいるね。あ、やば。ゴロゴロ行け。はい。すごい、なんかここ袋小路みたいになってきた。はい。やれトルガル。これとどめ。このボムか。よし、あー危ない。よし、いけトルガル。はい、あ、もう倒せそうだなこれ。これでとどめ。オッケー、倒した。やばい、方向が分からなくなった。ここは崩れてるのね。通れないね。向こうから来たんだよね。じゃあアイテムの方にポーションゲット。スンスンスン。これ、あれ？ジルはどうやって渡るの？神殿が近いわ。神殿近いね。これジルはどうやって渡るんだ？来ないけど。ジル、めちゃくちゃジルを置いてっている。あ、おい！瞬間移動してた。なんだこいつは。何これ。なんか気持ち悪いね。戦うしかない。うわすごい、すごい濃い。あー、なんだそれ。ファイガー。よし、引っ張れた。オッケー。トルガル来る。また来た。あ、もうちょっとで。よし、テイクダウン。サンダーストームしてファイルドライブでスカーレットサイクロンにしとくか。でリミットブレイク。なんかファイヤー効きそうに見えないけどね。あ、間違った。危ない、遅い。あ、そこか。よし、でひざまずかせて、これでもう終わるかな。
あ、またファイヤー来る。ファイガーか。そこか。はい。テイクダウンだけどもう終わりそう。倒した。何これコア？宝箱。ヘイ。ミスリルリストの方が強いのかな。よいしょ。あ、こっちか。チュンチュン。あ、なんだ、ちょっと広いぞここ。うわ。あ、なんか見たことあるこの子。フレイムリザード。フレイムリザード。おとなしい魔物がどうして。おとなしいんだこの子。こいつが暴れたせいで火山が活発になってる。そういうこと？なんかさ、ゼルダ時岡の火山のボスを思い出すな。うわ！わ！何これ？え、かっこいい。え、これバーサーカーリングの効果ですか？一時的に攻撃性能を上げるって。え、インセンス？なんだ。そこか。なんかかっこいい、かっこいいんだけどこれ。うお。そこか。これなんかあのリミットブレイク状態じゃないずっと。どれぐらい持つんだろう。え、今が特別で、どういうこと？ちょっとよく分かってないけど、ファイン。あお。あ、釣れる。行くぞ。えい。これこっちにしといた方がいいのかな。あ、やっぱ普通に戻った。わあ、ミスったわ。インセンス。あ、やっぱバーサーカリング強くない？バーサーカリング、しかもいちいちかっこいいな、なんかいちいちこれ回避した時がかっこいい。でや、あ、危ない。よし。で、間に合うかな。サンダーストーム、パイルドライブ、転生の炎、いけいけ。ドドドドドドン。ほい。オーバードライブ？なんか来るね。はっ。ここで攻撃入れよう。そこか。うわすごい攻撃だ。ファイヤーウォーター、もう目まぐるしい画面が。そこか。もうちょっとで、これを一回避けてから、もうちょっとで、よし、釣れる。鼻先に引っ掛けて、うわー、一発釣り。あ、やべ、ミスった。これ他のにしてるとダメなんかな。他のにしてるとあのバーサーカー状態になる。なるわ。
関係ないね。関係ないのはありがた。そこか。あともうちょいだね。見えた。お前の攻撃大体分かってきたぞ。はい、すごい、もうクライブ超人じゃん。もうちょっとでテイクダウン取れそう。あ、やば、早かったね。よし、取れた。で、これ入れて、サイクロン入れて、再生の炎リチャージ済み。いいね。これでいけんじゃない？よし！倒した。フレームリザード。2500円。でかいな。なんかゼルダ時岡の火山のマップのボス、なんだっけ、ドドブランコみたいな名前のね。あれに似てる。怪我は大丈夫よ。あ、水か。ありがとう。今の戦いで兵士たちに嗅ぎつけられないといいが。あそこから大聖堂に入れる。神殿につながってるわ。大聖堂に入ったら行きましょう。ちょっとはこの暑さマシになるかな。力びる前に ね、 ね、そうだな。クーラードリンクとか、火の神殿に勤める従者たちの防具服ないと。ここから人が多くなるわ。見つかって騒ぎにならなければいいが。ええ、でもあの人に会えれば切り抜けられるはず。あの人、あれ、こっちでいいんだよね。ポーションゲット。ドアがあって、こっちは、こっちは行き止まり。ここか。失礼します。おや、行こうか。あ、すごい、じりじり行くね。普通に人がいる。というか食事の用意してる。やっぱここで暮らしてるのか。でもエーテルだまりあったけど、ここは平気ってこと？マーレおば様、私よ。そんなあんた、そんなあんた、ジル、ジルなのかい。ああ、ここに捕まってたんだ、おば様。ここではいけない、こっちへ。この人たち助けないと。え、何何何ってなるよね。誰誰みたいな。それにしてもよく無事でいたもんだ、おば様も。え、5年ぐらい会えてなかったってことだよね。なんてバカな娘だろう。どうして戻ってきたんだい。せっかく自由になったってのに。ごめんなさい、おばさま。でも私にはどうしてもやらなければならないことがあるの。教えて、大司祭はどこに。
今この時間なら祈りを捧げているはずだけど。まだあんな儀式は。あんな儀式。クライブ、私の目的もクリスタル神殿よ。行きましょう。おば様、今すぐこの島から逃げてください。あんたまさかやるつもりだ。ああ、ジル来たぞ。追っ手が来た。任せてって。おば様、おば様、おいで。裏口を知ってるのか。ここから出ていけば神殿まではすぐだ。ありがとう。さあ早くお行き。おば様は大丈夫なのか。おば様、これまでずっと面倒を見てくれて本当にありがとう。さようなら、マーレイおば様。あなたへの恩は忘れません。どうかいつまでもお元気で。もう会えないみたいな。ジル、いいね。あんたこそ絶対に死ぬんじゃないよ。あんな目されたらもう二度と会えないみたいな顔してたよね。とりあえずおば様のおかげで行こう。神殿までつけ。よし、ああ、そうしよう。ポーション、敵がいるな。鉄王国の人たちかな。鉄王国の警備兵か。警備兵。邪魔する奴は容赦しない。お、なんか敵増えたかな。お、敵増えた。やれー、トルガルー出た。これこれ強いな。行けトルガル、とどめ。うわん、多いな。鉄王国の人いっぱい出てくるね。もうなんか敵が多くて若干あの無双系のゲームやってる気分になってくる。わお、危ない。うー、バーサーカーリングが外せなくなる。これとどめー。よし、あ、まだあそこにいるな。はい、オッケー、倒した。どっちが進む道なの。こっちは行き止まりか。バーサーカーリングもっと早くにつけとけばよかった。ここだ。アイテムないか。回復。お、お。警備が手厚い。どきなさい。くらい。そこか。そこか。でもめっちゃかっこいいけどさ。この演出すごいな。毎回入るもんね、この演出。よし。いける。やれトルガル。しかもさ、強化状態が結構長い間続くんだよね。あともうちょ
よーし、パリしたぞ。サンダーストーム入れて、パイルドライブ入れて、スカーレットサイクロンかな。あ、入んなかった。後ろから来てる、なんか。うわ、二人ともはいけないか。危な、もうちょい、よし、引っ張って、オッケー。危ない、もうあとちょっとだね。あの虫の息で生きてるやつがずっとねずっと後ろにいるんだよな虫の息で生きてるやつが。これでも強化、あ、だいたい2コンボぐらいやったら切れんのか。よし、倒した。ここは行き止まり。じゃあこっちだ。みんなが雑魚を倒してくれたおかげで何もせずに終わった。その先が開けられるのかな。ポーション、じゃあこっち、ん、違うあ、こっちだったフフフはい、パーニッシュー、イケトルガルー。あ、やばい。あ、これならガードも崩せるのかもしれん。ほら、パーニッシュー、トルガルいけー。あ、虫の息、こいつ、よし、倒した。チル大丈夫か。宝箱発見。ちょい、1200ギルで、これどこに進むというの。あ、こっちかガチあり。大司祭ヒムラン、あの男は、あの男は教えを隠れ身に下道の限りを尽くした。あ、そういうこと。奴だけは必ず私がこの手で。なんか宗教団体でそういうのあるよね、よく。君の過去に決着をつけるんだ。なんかこう、みんなを全員を救いますとか言ってさ、金を巻き上げたり、なんかいろんな大事なものを巻き上げたり、自分の欲望を満たすためにいろいろ巻き上げたりしてる人ね。